やっぱ13位から上がんないね。こんばんは。やばいやばい、あと1枚いない。今日で多分達成できるのかなと思ってるので、皆さんよろしくお願いします。4月の7日の昼公演、チキティホテルファミリー枠でゴールドシート申し、ゴールドシートって何？何それ、何ができる？これってさ、自分たちが把握してないのあんま良くないのかな。わかんないよね。わゴールドシート、何かしらの機会にサボテン披露できるんじゃん。今日は多分フィナーレです。ポーン、たくさんのおキャンディーが、やっぱサイちゃんもした方がいいよね、みんな。この後しよう。3日ぐらいで達成できるようにしてあげてよ。60万ポイントいった時のポーズ、うん、ミクリンに会えた。リハ期間で会えまして、今日もいたのかな、なかったのかわかんないけど、さえちゃんならタワーたくさん立てますってよ。やりまーす。単純な女です。当たり前。やっぱね、そんな言われたらね。iPad 持ってきます。はい。さえちゃんも配信するっぽいです。ボーン、お、60万見届けに来ました、嬉しい。確かにさ、本当にさ、多分今達成してってる人いないんじゃない？あの STU さんはもう別として、うん、嬉しい。かわいい。みんなに会えるまで1ヶ月切ったって、かわいい。デパコス買うの決まってる？いや、全然決まってない。何がいいんだろう、おすすめ教えて。全買わないからさ。何かラベ練習期間中にやるのは山下さんが嫌なんじゃ。確かに。うん、達成してもあのバレンタインの期間まであのショールームはしようと思ってます。明日はちょっとできないかも。明日はちょっと、すいません。こんばんは。こんばんは。
てこった。昨日ぐらい来てくれたらとんでもなく嬉しいかも。達成かな。わあ、たくさんのクッキーもありがとうございます。今はパンを食べてます。だからさっきからご飯じゃない、もぐもぐしてました。今日はこれから仕事、いや終わりました。さっきあの終わりました。ラビリンスのミシャケの投票数がすごかった。2位と倍の、倍もすごい。今日はプルコギ、いいな。鮭の順位ないんだ。なんかどっか載せてないのかな。あ、1位でどんくらいなのか見たいわ。ゲーム開けばいいか。開きます。イベント博多ミンゲットちょっとランキングどこなのよ。リクエストランキングでいいんだよね。うわー、すごいね。めっちゃ約1000万、50万、約50万差ついてる。え？第一ラウンドは結構普通の差、何万ぐらいの差なのに、急に第二ラウンドからあのミシャケファンが本気を出してきたのね。すごいじゃん。だから19位。もうこの人数しか参加してない説しかなくない？誰まで参加してるんだ？リンカちゃんまで参加してるの？これ。じゃあミーがチケット2枚あるから、2枚だけジュリンカちゃんに言おうかな。お、じゃあリンカちゃんに2枚あげよう。
意味の代わり。よし、2名ほど投げてますか。シェなんでオタク頑張れしてます、うん、皆さん、さえちゃんが iPad を手にしてます。配信、え、これさ使ってるけど大丈夫そう。大丈夫。今日はでも半までしかしないので山下さん、エミリーが落ちてもいいかも。あと15分ぐらいで。でもさ、立てれそうじゃない。立てれる。下がラングでなるんじゃん。これ達成してそうじゃない。ここにね、おいっぱい全然あのバレンタインに関わらずターン投げてくれても嬉しいですよ、うんうん、こんな毎日配信することなんて本当になかったな。なんか久々な感覚。美人100以来ぐらいかな。メールにも書いたけどさ、最近クレヨンしんちゃん、昔のクレヨンしんちゃん見るのめっちゃハマってるんだよね。あ、そう、美人百科の時は一日何回もやってたから、もうはぁって感じだった。おぉ、クロさん、タマン、ありがとうございます。ありがとう、タマン。ちょっと価格が上げるので、あとでします。吉田さんが終わらないとせいちゃんができないので、ちょいとお待ちを。何食べてるの。いつも50万なのに、みんながなんか昨日最速で上がった。5日間、1週間、ほぼコンサートリハ期間は毎日してたから、3、4、5、5日間、すごか。お経さんなんかね、聞こえるね。イエーイ、達成、達成ピース、ダサい。へー、7日間も連続で更新したこと、配信したことないよ、神。
ね、パンを食べるという。うん。モテクイーン10位。おい、すごいんじゃねえかよ。さすが、さすが皆さん。いや、すごいねえ、よモテ嬢とかいじってるっしょ、それはなあ、みんなよくないよ。うん、チョコパンうまっあ、プリンセスの配信予告知来たって見てるね、さすがに素晴らしい。7、1週間の配信全部スピン小ルームの加工のおかげ。やばい。13日福岡20度。え、嘘、やったじゃん。13日20度だったよ、気温。え、春じゃん。やばくね、やば。これがさ、またさ、ダウンをさ直すのがめんどくさいんだよね。うん、この勢いで肩も治ってほしい。うん、うん、すごい、66万ポイント倍いってるんだけどこの6万ポイントは私にちゃんと報酬きますかね。来るか、そりゃ。わ、いいな、明日は休みだからハイボール飲む。まあ私も休みみたいなもんですね。休みみたいなもんって、休みですね。わあ、素晴らしい。嬉しい。江ノ島で映えスポット、何それ。江ノ島なんて行ったことないよ。わー、すごい、飲みながら夢見てる、おめでとう、ありがとうございます。嬉しい。クナのサクサクさんのタワーもタワーのおかげです。他の方のタワーも皆さんの力で、うん、めっちゃ嬉しい。
北東に向かっていく。あれ？北北東じゃなくて東北東だったんだったっけ？ここら辺だったんじゃない？もしかして。北東北。東北の東なんじゃ。西とかじゃなくてよかったね。うん、真逆の位置だろ。確かに。背向けて。うん、マンチェスター U のアディダスグッズがかっこよかったけどプレゼントで買えそうなのがバケハしかなかった。え、どんなバケハだろう。見てみよう。かわいい。マンチェスターってめっちゃ有名なあれ？バキハ。そうね、確かに。バケハないよ。公式？わあ、確かにめっちゃジャージーかわいいね。あ、バケハジャングルじゃん。二頭の方がいい。危ない。こうやってみなきゃ。はい、しよう。スリッパとかもあるやん。かわいいね。アディダスとディズニーのコラボ。いや、欲しい欲しい。かわいいから。頭皮を隠すためにバケハをかぶれ。誰がハギジェイ。また危ない。
ディダス、でもどれ持ってない、ほぼ持ってないんですよ、ほぼね、みんな被らない。アディダスのカバンとか、あれってさ、オフィシャルなのかな。最近本当にね、本当に可愛いのが増えてる。アディダスさんは。ジャストディズニー白黒白 L がいい。これとかもうかわいい、こんなおしゃれになったよ。確かにアディダスちょっと高い、高くなったね、人気だからかな。同じテレビで、マミーは見てないんですけど、ついております。遅れる範囲ですよ。ねえ、物価が高いですね。またチャットで欲しいもの。最近でもね、またね、マーティン・キムがめちゃめちゃ良くて、なんかいろんなブランドが今コンセプトがまたなんかテイストがどんどん変わっていくんだよね。いやああいうのもさ、今回はこれでいきましょうっていうのも誰が言ったりしてるんだろう。流行りに あ、マーティン・キム初耳これはあの韓国ブランドなんですけど、このブランドもね、エミリーが知った時全然前の人知らなかったの。だからみんな知らないと思ってたのに、何ヶ月後とかにはめちゃめちゃ周りの人たちが来てたっていう。多分このマーティンキューも今は安めに買えてるけど、多分まただんだん上がってくる気がする、もう値段が。ミリーきっかけは絶対違うな。SNS で載せたことなかったから。か、チャールズ&キース。チャールズ&キース。これは、ユミもサイちゃんも好きだと思う。ねえ、サイちゃん。サイちゃんも、チャールズ&キース？うん。好きだもんね。好きだよ、結構持ってる。好きです。靴
靴もカバンもチャールズ&キース借りたかね。チャールズ&キース、こちらは商品紹介こちらチャールズ&キース、1万円いかないもの多いよね、なんだかんだ。結構物によるけど、ギリギリいかないものとかああいう系のカバンぜひ待ってますおしゃれだよね、みんな。ここもなんか値段とか上がらないことを願ってます。ね、白かわいい。でもそうね、白とかエミもこの小物ぐらいは徐々になんかピンク系が欲しくなったりとか最近なってるんですよ。年なのかな。年でピンクが好きになるってあんまないかも。ピンクも挑戦してみたくなってるね今は。じゃあそろそろ。あ、そうだよね、山下さんって言えば黒、最近はそう、ちょっとアクセントじゃないけどでピンクとか欲しくなってる。ちっちゃい小物系とかね。昔そんなこと言ってたのピンク無理。ピンクそうね、やっぱあのそうね、センスかなセンスっていうのはちょっとあるかもしれないです、ね、まああの基本黒か白でがいいですね。なんかさ、あのエアポッツのケース、なんかおすすめかわいいとこなんかあったら教えてください。みんなずっとねケースカバーつけてなくて嫌なんですよ。おすすめカバーあったら教えてください。セットアップも明るめでさ白で明るくてもセットアップ系は白とかがいいな。白とか黒とかがいい。 AirPods は最新のやつ、新しく出てる、うん、ないかな。ないよ。カバーあちら。じゃあそれではそろそろ終わりたいと思います。達成したっていうこともあってね、嬉しいですね。じゃあランキング見ます。13位クサンさん、12位ハッピーさん、あ達成おめ。11位イチさん、10位カメちゃんさん、9位ナミさん、8位サクサクさん、7位ヨシヒロさん、6位ハンスケさん、5位トムマルさん。4位クロさん、3位渾身の一撃さん、2位つとも北海道さん、1位うちょさん。いや達成もして配信もまあ1週間ぐらい続けれて、いやあと一旦ね今日はもう本当にありがとうございますしかないです。みんなありがとうございます。あひろゆうさん、今来たとこ。あじゃ あのこれからさえちゃんがね配信するらしいのでぜひ見に行ってあげてください。それでは一発配信で半分ぐらいいったら本当にやばいよね。そんなことはなかろう。まあ皆さん今日も一日お疲れ様でした。配信見てくれてありがとうね。それでは終わります。バイバイキーン。